藍田翔子です私が皆様にお届けしたいセリフは昨年の秋に三谷幸喜さん作・演出の「愛と悲しみのシャーロック・ホームズ」という舞台に出させていただきましたその時にシャーロック・ホームズさんが住むアパートの大家さんそしてシャーロック・ホームズさんのお世話もしているハドスン夫人という役を演じさせていただきました今日はですねそのハルスンさんが作った スコーンがある日なくなってしまうんですけれどもその犯人は誰なんだっていうふうにみんなで探すですけれどもその時に「ハドスンさんは犯人は誰だと思いますか?」って聞かれた時のハドスンさんのセリフをお伝えしたいと思います。犯人はあ 私の生まれた村に昔から伝わる妖精ですブッカブさんには2種類あって優しいのが白いブッカブ悪さをするのが黒いブッカブ多分スコーンを盗んだのは黒い方だと思われます何かがなくなった時は大抵あいつの仕業なんですはいということで えこのセリフをお届けしましたけれども、えー、今いろいろ世の中が大変なのはこの悪いブッカブーさんのせいなのかなと思いながらお届けお,おとぼけハドスンさんのセリフをお届けしました、えー、毎日大変な日が続いておりますけれども早くこう日常が戻ってくることを願って そして、えー、皆さんも大好きな舞台もまた早く見ていただけることを、えー、祈っております、えー、それでは皆さんまた劇場でお会いしましょうはい田翔子でした